こんにちは、りょうこばあばです。今回はこの冷水との30番を使ってがまぐちを編もうかなと思ってるんですけど、冷水との30番なのでちょっと細いかなと思うんですけども、ビーズをね通してから、ここにあるビーズをね通してから、あのいろんなね色のビーズをこう混ぜ合わせてちょっと編んでみようかなと思ってるんですよね。で、何種類かねこう色がこうあるので、このピンクの糸にいろいろビーズを通してちょっと編んでみたいなと思って、今回はがまぐちを編もうかなと思っています。で、がまぐちは、ネットショップで買ってたんですけど、こんな感じですね。幅がどのくらいだったですかね、ちょっと待ってください。がまぐちの、幅ですけど 8.5 センチですね。 8.5 センチあります。このがまぐちに合うようにちょっと編んでみようかなと思います。冷水糸にこの6色をですね使ったんですけど、まあねランダムに適当ですけど通して、どのくらいね通したかちょっとまだわからないんですけど、まあ、一応これで編んでみて、足らなかったらねまたちょっと糸をかいカットしてまたビーズを通して編み直す、またそれからね編もうかなと思うんですけども、まあ、この 30番の冷水糸にちょうど通るビーズだったんですよね。だから先の方を2センチほどボンドを縫ってから固めて通りやすくして通しました。まあ、これがね時間かかる作業ですよね。で、どのくらいねこう柄がね、この6色のビーズの柄がどのくらいこうできるのかね、楽しみながら編もうかなと思います。今からちょっと編んでみようかなと思います。円の編み方である程度このがまぐちのね大きさになるくらいまで編もうかなと思ってるんですけども、まず円の中に6目なので6目ビーズをね用意してちょっと編もうかなと思います。針はですねレース針の0号でちょっと試し編みをしたんですけど、ちょっときつめだったので、かぎ針の2号で編もうかなと思います。最初は6目なので6目をこう寄せといて編んでいきますね。6目入ったので糸を絞って、で、最初の細編みの目に針を通して引き抜きますね。まあ円の編み方ですよね。で、立ち上がって。で、根元の目に針を入れて、で今度は12目ですよね。倍の12目だから2、4、6、8、12、
目に2目ずつだから、2段目は12個のビーズがつきますね。これで終わりですね。これで2段目ができました。ビーズが硬い、手前抜きすぎてるからちょっと移動しながら最初の目に引き抜きますね。こんな感じですね。こんな感じで、ランダムにねビーズを通しているので、2段まで編んでこんな感じです。で、円の編み方なので、あとはね、3段目が18目、4段目が24目と6目ずつね増えるので、ある程度のガマ口のこう底になるまでちょっと編んでこようかなと思います。円の編み方で15段編んできました。こんな感じで模様がね出てきました。可愛い模様ですよね。だいたい15段編んで、8.5 センチぐらいあるんですよね、広げた感じ。こっちも 8.5 センチあったんですけど、私があんまりこう財布作るのは、釜口財布作るのはね得意じゃないんですけど、昨年ぐらいからねし始めたから、いまいちこのどこまで編んだがいいのかなとか、だいたいこの輪に合わせてだいたいこのくらいかなっていう感じでいつも作ってるんですけど、まあ15段でいいかなと思って15段まで編みました。今からね上限なしでまたぐるぐる編むんですけど、通してたビーズがちょっと足らなさそうなので、あとねこのくらいしか残ってないので、これを使った後にまたこう糸カット、ちょっとカットはしたくないんですけど、カットしてまたこのね6色のビーズを6色のビーズをまた通して最後まで仕上げようかなと思います。ランダムにね6色のビーズを通しているので、ちょっとこんな感じにね仕上がったんですけど、他のねビーズもあるのでまた違うこう入れ方で これがね出来上がったらしたいなと思っています。とりあえず今からこう立ち上がりの部分を編んでいこうかなと思います。側面をこう編んできたんですけど、こんな感じの模様になりました。で
円を編むときはいつものように立ち上がって編んだんですけど、やっぱり立ち上がりは筋が入りますよね。だからこう側面をぐるぐる編むときはもう立ち上がりなしでもうぐるぐる編んできました。だからだいたいここの線が立ち上がりなんですよね。そこの部分がそれをそのままね立ち上がりで編んでたらやっぱ少し何ミリかねこうに立ち上がりの部分がちょっと見えるので、今回はそのまま編みました。ぐるぐるね。で編み始めからここまでで39段なんですよね。それで円底のところから上までがだいたい 6.5 センチぐらいあるのかな。まあこんな感じでこのくらいでいいのかなと思って、いつもね立ち上がりの高さを悩むんですけど、ちょっとこんな感じでガマ口をつけようかなと思います。でこっちが表じゃないですか。で裏の方にビーズがつくのでこのガマ口が縫い付けタイプなので、何センチか細編みでそのまま、ビーズなしで何センチか編んで、何段かね細編みで編んでからガマ口の金具につけようかなと思うんですよね。で、この内側が表なのでこのままぐるぐる編んでもいいんですけど、ちょっと向きを変えてここからこうビーズを表にしてから細編みを編んでいこうかなと思うんですよね。で今から編もうかなと思うんですけども、でもビーズ一目一目にここは立ち上がってるので、ビーズ一目一目に細編みで縫い付けタイプなのでね、縫い付ける部分の幅がいりますよね。縫い付けれるまで何段か編んでこようかなと思います。こんな感じでね、2段、3段ぐらい編めばいいのかな。ちょっと今から編んできます。細編みで3段編んできて、ちょうどいい感じですね。こうガマ口のこの部分をね中にこう入れ込むんですけど、ちょうど3段でいいのかなと思ってやめたんですけど、まあね印をつける4箇所端々と中央にとりあえず印をつけてるんですけどね、この口金をつけるのが一番苦手で本当もう時間かかるんですよね。だからまあねこうガマ口つけ方がね上手な方のを見られてつけてもらったらいいと思うんですけど、もう動画撮るようなねそういうレベルじゃないのねないので、今回もですね、いつもガマ口編んだ時は別にもう録画は撮らなくて動画にしなくて出来上がりをお見せしてるんですけど、今回もそのような形で四苦八苦しながらつけていきたいと思います。では頑張ってつけてきます。やっと縫い付けてきました。なんかちょっと歪んでるような気もするんですけども、こんな感じでねもうほんとこの口金付けはもう四苦八苦します。なかなかねうまくいかなくて、だからつける前にここ
この両端と真ん中の方を糸でこう縫って、こう外れないように緩く縫って固定してからこう入れ込んでしたんですけども、難しいですね。もういつもこう編むのはいいんですけどね、なかなかこう取り付けが苦手で、いつも宿泊しながらいつもガマ口作りは作っています。今回はねビーズを取り入れて編みたかったので、ビーズをこう糸に通してレース糸に通して編んだんですけども、このビーズもねどのくらいいるかわからないので、やっぱりこう3回に分けてビーズを通して3回に分けて作り上げました。で使ったビーズが6色ですね。こんな感じで青とオレンジとピンクと、これはベージュ、ちょっとネズミ色っぽいベージュっぽい感じですけど、ベージュ色ですかね、それと紫っぽい色とシルバーっぽい色ですね。この6色をこうランダムに入れながらこう編み上げました。他の色もねあるので編みたいんですけど、なかなかねこのビーズをレース糸に通す時間が相当かかりましたね。何時間もかかって下向いてする作業だから、編むよりも疲れてましたでもねこんな感じで編み上がったらね、まあ可愛いのでね、これもいいかなと思ってるんですけど、またね別の糸でも編みたいんですよね。色がいろいろあるのでね、いろいろあるので編みたいんですけど、今回はねこんな感じで6色で6色のねビーズを使って編みました。レース糸30番にちょうど丸大ビーズ、丸小は多分通らないと思うので丸大ビーズを使って今回はレース糸30番に通せたので、このねビーズを使って仕上げました。でこの糸もね同じレース糸の同じピンク色でつけましたね。で針はやっぱりこう刺繍針がレース糸も通りやすいし、この穴の中にも通ったので一応確認してね、通るかどうか確認してたら刺繍針も通ったので刺繍針で縫い付けました。こんな感じですね。やっとできました。これもね一気にできないので何日かかかったんですけど、このビーズ通しとかね編むのにもビーズをね編み込む時に編み隙間がなくなるように本当にきれいに編み込んでるかなと確認しながらね編んだんですけど、何箇所かこう編み込み忘れてるところがあるみたいですけど、まあパッと目はねこう色がこういろいろあるのでわからないんですよね。でも結構こう確認しながら編み込んだのでこんな感じでできました。ではねこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。